ベガルタチャンネルレディオ。皆さんこんにちは。ベガルタチャンネルレディオナビゲーターの及川明弘です。こちらはベガルタ仙台の選手のインタビューやクラブの情報をラジオ形式で配信していくオフィシャルの音声コンテンツです。さて今回は練習場での選手たちや監督の声をお届けしていきます。今回はここ最近の夏の暑さの中での選手それぞれの体調管理のことや次のホーム群馬戦のことなどまたいろいろと聞いていきましたので楽しんで聞いていただければと思います。それでは始めていきましょう。最後までよろしくお願いします。ベガルタチャンネルレディオ。さてでは早速ここからは選手たちの声を聞いていただきましょう。今回は8月10日に行われました泉サッカー場での練習後にお話を伺いました。少し風が強くその風の音で聞き取りづらい部分もあるかと思います。ご了承ください。今回最初は先日チームに新加入しまして前節早速のデビューで大いに存在感を発揮していました背番号37番ミッドフィルダー長澤選手です。長澤選手にお話をお伺いいたします。練習お疲れ様でした。ありがとうございます。まずはこの仙台の暑さというところですけれども、以前いた名古屋も結構暑かったと思うんですがいかがですか。意外と風があって、はい、日が曇れば涼しいかなと思います。どうなんですか、その暑い方は結構得意な方ですか。いや全然得意じゃないですけど、毎年年々暑いんで、なんとかやってます。こういう時にその自分の体調をキープするなんか一つ方法とかあるんですか。栄養補給と休養と、睡眠とはしっかり取れるように意識してます。割ともう早く寝て早く起きるみたいな。そうですね、早めに寝るようにしてます。栄養補給でいうとやっぱり お肉とかそういうところですか。バランスよく。バランスよく、はい、そうなんですね。リフレッシュするときになんかお休みの時とかもなんかしてることとかあるんですか。結構メディカルチームしっかりしてるんで、練習後はケアを、どんどんトレーナーと話し合ってできてるかなと思います。なるほど。じゃあもうそういった意味では本当にベガルタ来て、1試合出ましたけれどもよりこう長澤選手のそのストロングな部分っていうのはこれからも見せてくれると。自分の強みの、ハードワークの部分はどんどんコンディションを上げていかなきゃいけないと思いますし、いいトライができていると思います。どうでしょう、ここ数試合ちょっと勝ちがない状態であるんですけども長澤選手からしてこの今の仙台もう一つこういうことがあると勝利に近づくかなというふうに今思うこととかありますか。本当球際の一瞬でもう少しこう寄せられたらシュートをブロックできたとか、本当にそういう細かいところだと思うんですけど全員で練習から突き詰めてやらなきゃいけないと思います。それは結果に出てかないと意味がないと思うんで結果で示せるように、自分がまず頑張って率先してやっていかなきゃいけないと思います。次はホーム群馬戦というところで群馬も最近本当に調子がいいチームになってますけれどもなんかイメージとかありますか。まず僕個人としては初ホーム戦ですし、相手監督大月さんは昔の監督選手の関係でもあったので、再会楽しみですししっかり倒したいなと思います。もうそういう風な強い気持ち持ってる長澤選手のプレーに本当に期待しています。サポーターの皆さんにもメッセージいただけますか。なかなか結果がついてきてませんけど流れを変えていけるように全員で一つになって戦うのでぜひ応援よろしくお願いします。ぜひこの長澤選手のホーム初試合で勝利をつかんでいただきたいなと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございました。続いてここ数試合センターバックの一角として出場試合を通して落ち着いたプレーを見せてくれています背番号20番ディフェンダーキムテヒョン選手です。キムテヒョン選手にお話を伺いいたします。練習お疲れ様でした。仙台に来て2度目の夏ですけれどもいかがですか。前年보다더더운거去年より暑い気がしますですよね。韓国と比べてどうですか。韓国の PBS とかで더더운거같아요。韓国よりも暑い気がしますそうなんですね。ちょっと表情も苦笑いという感じですけど暑いのはあまり得意じゃないですか。더운건괜찮아요훈련할때한순간만덥고
그이후로는괜찮으니까그냥즐기는편まあ、夏は好きなんですけど、はい、まあ、練習の一瞬一瞬はちょっと暑いなって感じますね、やっぱり、うんうん、そうですよね、はい、そういう暑さ対策って何かご自身で体調管理とかそういうのやってらっしゃるんですか？もう그냥딱히먹고그냥훈련끝나고그냥レモンタン그정도まあ、特にないんですけど、まあ、練習後に抗体浴しっかりして、うん、しっかり休息取ることを意識してます、うん、なるほど。抗体浴っていうのはあの水とか温かいお湯に入ってその後に冷たい水に入ってを抗体ずっと繰り返すんですけど、うん、おそれで体力回復チェリオクエボみたいな感じ。もうや心理上も、まあ、心理的にもね、うん、体も楽になるので、うん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 、まあ、あとさらに体だけでなくメンタルも楽になりたいなっていう時必要なのはやっぱりチームの勝利なのかなっていう、チーム勝利、あ、생각이드냐고、아、그거는뭐그냥그런거는그냥개인적으로만회복되는거지딱히지금은팀적으로회복되는거는まあ、個人的っていうよりはね、やっぱチーム的にもね、やっぱ勝つことでね、回復すると思うんで、回復勝ちたいですね。ディフェンダーとしては、ちょっと最近失点も続いてるっていうところでは、もう少しこういい結果残したいなっていう気持ちって強いんじゃないかなと思って見てました。もう、당연히、선수로서、ゴールド無失点으로가면좋겠지만、もちろんね、選手として、ね、無失点で試合を終えれたらすごくいいと思いますし。축구라는게실수의스포츠니까まあサッカーはね失敗のスポーツ失敗があるスポーツなので저희선수들이그런부분을실수안하려고노력하는부분이지금많이있고まあそういったねミスをねなるべく減らそうという意識をみんな持ってやってますし언젠가는결과물을가져오지않을까생각まあ一生懸命頑張ってれば結果しっかりついてくるんじゃないかなというふうに思ってます。監督も変わって少し経ちましたけれども、キムテヒョン選手的にももう一つこういうところが強くなればチーム勝利近づくんじゃないかなって今思っていることとかありますか？もうチーム選手たちも충분히잘해주고있고、まあ、選手たちもね一生懸命今準備してますし、저희선수들이정신적으로더준비하고하면은뭐좋은결과물다시나오지않을까생각하고있어요。もっとね強いメンタルを持ってね試合に挑めばいい結果出てくるんじゃないかなというふうに思ってます。メンタル気持ちですね。はい、そうです。はい、そうです。ぜひその強い気持ちよりね見せていただいて、そして勝利をフォームのサポーターの前で見せてほしいなと思う次の試合です。一旦지금승리가없는상황인데、まあ勝ちがねなかなかない状況で、더운날씨고응원하시기도힘드실텐데、まあ暑い中ね本当に応援するのもすごく大変な中で、당연히저희도승리해서같이끝나고같이행복한마음으로좀즐기고싶지만은試合に勝利してね、サポーターの皆さんとね、本当にすごく幸せな時間を過ごしたいですし、저희도이렇게努力하고있다는걸좀알아주셨으면좋겠습니다。まあ僕らもね、勝利に向けてすごく努力しているので、そこもみんな一緒に戦ってくれたらなというふうに思ってます。もう本当に期待してますし、もちろんゴールにも期待しているところもありますので、ぜひぜひ頑張ってください。はい、分かりました。次の試合に向けてのサポーターへの意気込みをお願いします。もう赤は割れてし、まあ、さっきも言いましたけども、チーム상황이좋지않지만은、まあ、チームの状況がまあ良くはないですけども、저희선수들이정말열심히이더운날씨에정말열심히훈련하고있고、まあ、暑い中で一生懸命練習もしてますし、또뒤에서응원하시는목소리들으면또힘이나니까。まあ、皆さんの、ね、応援が、ね、すごく聞こえてますし、その声を聞くと、ね、本当に頑張ろうっていう気持ちにさせてくれるので、변함없이똑같이응원해주시면저희도결과물을가져오겠습니다。저희도똑같이応援をお願いしたいのと、絶対次の試合勝ちたいと思います。分かりました。もうキムテヒョン選手みたいにサポーターもみんな交代よくしてすごい体調整えて大きな声で応援しますんで、ぜひぜひ頑張ってください。はい、わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、最後は今回もこの日に行われましたメディア向けの堀監督の囲み取材の様子もお聞きいただきたいと思います。チームの攻撃のこと、守備のこと、監督から見た現在の選手たちのこと、そしてこれからの戦いについてなどお話しいただきました。攻撃の部分でゴールを目指すっていうことを考えて、自分たちのやり方としては、後ろのボール
出しの選手たち、ボールを出すような選手たちがフリーな状況にも下がってくるよりも前でしっかりと自分たちの攻撃を作っていこうという考えはあります。ただ、まあ、判断というものが当然出てきますし一概には言えないですけど一応基本的な考え方としてはそういうものを持っています。最後の本当に最後の3分の1のところでもうここにいてくれたらなとかいうシーンというのもいくつかあったのでそういった面でも含めて、最後はやっぱゴールのところに入っていくということが必要なのでそれが下がっていたところから入れるのかどうかとかっていう、まあ、あとはバランスというものも当然あるのでそのバランスをうまく周りの選手と取りながら誰ということではないと思うんですけれどもしっかりと揃える攻撃というのはやりたいと思います。やっぱりあのボールみんな力のある選手というかやっぱボールをプレーしたい選手、まあ、サッカー選手なんでみんなボールをプレーしたいとただボール一つしかないので、いいタイミングでいい場所でその選手がボールを触ることっていうボールをプレーするっていうことができることが必要じゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった意味も含めてですね、まあ、必ずもうずっと前にいろとかそういうことではないしボールの状況を見てしかるべきタイミングで、うん、その選手の特徴というかいいものが出せるようにというふうには考えています。まあ、切り替えですとか球際どんだけ寄せられるとかそういうところはあの戦術的なものもあるかもしれないですしただ最終的にはもう少ししっかり寄せられれば自分たちのやろうとしている守備とかいうものは選手たち理解してきていると思うのでその中でちゃんと最後の際のところで守りきるとかそういうものは大事じゃないかなと思ってます。トレーニングでやってることをやっぱり自分たちがトレーニングでみんなで作ってるものを見に来てくださってる方に見てもらってそれで勝利につなげるということが、まあ、一番の理想だと思います。ただ理想ばかりを追ってもしょうがないので現実的なところっていうのも見なければいけないと思いますけれどもそこのところのバランスというかは必要かと思います。ただ何も残らないような形で毎試合毎試合進めるよりもやっぱチームとして積み上がっていくっていうものは作りたいなと思います。まあ、サッカーのチームってやっぱり生き物なんで良くなったり、まあ、また停滞したりとかいろんなことを繰り返しながらだと思うの でそういうのを作るのはやっぱり簡単ではないと作り上げていくっていうのはその簡単ではないと時間もかかるかもしれないですしそういうものありますけれども、まあ、そこと当面のこの結果っていうものも含めてどうやっていけばいいのかということを、まあ私自身もそうですしみんなと選手とも話したりとかコーチングスタッフで話したりとかしながら進めていければと思っています。選手も当然その本当に勝ちたいという気持ちを持ってトレーニングも取り組んでいますし試合も戦ってくれていると思うので本当にそれをどうにか結果に出すための考えを持って、やるしかないと思うんですね。はい、まあ、これは僕自身が感じているだけかもしれないですけど選手たちがお互いにこう会話したりとか、トレーニング中にコーチングし合うとかいう部分というのは非常に出てきているかなと思うので私たちが伝えているようなことを中でじゃあどういうふうに選手たちがやるのかというところは選手たちでもそういう微調整というかそういう関係作りというのは必要だと思うのでそういった意味では、向上しているとか良くなっているんじゃないかなと思っています。まあ、自分たちのやるべきことを勇気持って自信持ってやる、まあ、なかなか結果が出していないので そこも難しいところだと思うんですけれどもやはり今回またホームでできるということでその力をしっかりと応援してくれる方の力というのをしっかり自分たちの力に変えてやっぱり勇気出してやることじゃないかなと思います。まあ、継続して自分たちというものを強く持ってやっぱり続けていくしかないと思います。まあ、一試合一試合戦って勝ち点を取るために力を尽くすことだと思っています。以上今日はここまで次の試合に向けての選手監督の声をお届けいたしました。ベガルタチャンネルレディオ、さて今回は聞いてみていかがでしたでしょうか。皆さんの聞いての感想は SNS での発信やこちらのコメント欄などにお待ちしています。さてここでベガルタ仙台からのお知らせです。2023明治安田生命 J2 リーグベガルタ仙台の次のホームゲームは第30節8月13日日曜日ベガルタ仙台対ザスパ草津群馬の試合ユアテックスタジアム仙台で夜7時キックオフです。
この試合はベガルタ夏祭り 2days と題しまして、8月19日のホーム大宮戦と合わせた夏祭りイベントを開催。群馬戦の限定企画としては、まず過去最大級、ハズレなし、選手サイン入りグッズなどが必ず当たるガラポン大会があります。こちら選手サイン入りグッズのほか、セカンドユニフォームや観戦チケット、グッズで使用できるクーポン券などが必ず当たります。景品は先着1000本限定、参加は1回1000円で1人2回までですが、ご参加いただいた方限定で1回につき1枚、夏バージョンの選手ブロマイドもプレゼントします。お早めに挑戦してみてください。さらに小学生以下のお子様限定で先着300名様にかき氷を無料プレゼント。また同じくお子様が対象で、通常は有料で遊べる大人気のエア遊具ふわふわベガッタをこの日限定で無料開放します。その他、先日の仙台七夕祭りで展示されたものと同じベガルタ仙台をモチーフにした七夕飾りをユアスタにも展示。お祭りの期間中に見られなかった方はこちらでお楽しみくださいね。夏休みも後半、ユアスタで行われます夏祭り初日を存分に楽しんで、いい夏の思い出を作ってもらえればと思います。これらすべてについて詳しくはベガルタ仙台のオフィシャルホームページをご覧ください。その他にもまだまだイベントが盛りだくさんのユアテックスタジアム仙台で皆様のお越しをお待ちしています。そしてもちろんこの試合もリアルタイム実況アプリガヤールでの公式生解説配信もあります。スタジアムで試合を見ながらスマートフォンで聞いて楽しめる実況解説を、私及川と富田慎吾クラブコミュニケーターとで、ね、試合開始15分前から配信予定です。こちらガヤールというアプリがあればどなたでも無料で聞くことができますし、ユーザー登録をしますとチャットで質問や感想など聞きながら直接皆さんからこちらに送ることができます。ここだけの話を聞きながら試合観戦を一緒に楽しみましょう。よろしくお願いいたします。ということで、ベガルタチャンネルレディオ、ここまでのお相手ナビゲーターの及川明宏でした。ではまた次回お会いいたしましょう。